はい、後藤輝樹です。家庭用脱毛器具をちょっといただきましたので、それをちょっと使ってみたいと思います。はい、もうパッケージ開けちゃったんですけど、こんな箱に入ってました。でここ開けますと、説明書入ってて、英語と日本語の説明書があります。でこう多分簡単に使う、こういうふうに使ってくださいみたいな説明書見なくてもこれ見れば使えますよみたいな感じのやつですね。で本体が入っていまして、で本体が入ってる、してると嫌な音ですね。これ下の方にこのなんか、アダプターと、あと剃るやつですね、2つついてます。あとサングラスとなんかこのこれ照射後にこう冷やす、あ、冷たい、これ冷やすやつがついてます。ちょっと使ってみたいと思います。早速これ見れば多分簡単。先にムダ毛をシェービングする、これがついてるんですけど、僕はいつもあのフェリエ使ってんで、ちょっとフェリエでシェービングします。ちょっと、ないんですけど、あのほぼ部屋、僕はあの全身脱毛してるんで、すでに試しに手で、はい、でシェービングして本体に電源コードを接続する。コンセント挿してこれいました。そして、保護メガネをかける、保護メガネ、このもうマトリックス見たくなっちゃってますけど、電源ボタンを2秒長押しし、本体を起動させ、単押しで照射レベルを調整する。すごい、うーっていってますね。ん？肌の色の濃さや肌の強さに合わせてフラッシュのレベルを使い分ける。初心者は1段階からおすすめです。レベルが高くなると照射強度も上がります。照射するときに照射ウィンドウと肌は90度垂直に当てる。照射ボタンを短く押して単発発射になり、5秒間長押し自動発射になる。脱毛の後はアイスカートリッジ、これで、肌を冷やす。ご使用後に電源ボタンを長押してオフにして付属のケースに入れる。このなんかこれ35,870って書いてある。これ、おそらく35万回照射できるってことなんですかね。とりあえずちょっと強さ、あ、これで強さ選べるわけね。なんかね、この扇形みたく、わかるかな？多分、これで強さ選べる。多分、これが一番小さいんじゃないかな、強さ。ちょっとここを押してみます。今、35,870がどうなるか。これ何もなんないと。何もなんないぞ。どういうことだ。当てないとダメなのか。お、あ、これ1個減ってます。
だからこの回数なんですよ。だからこれで当てて、垂直に当てて、いきます。こういう感じですね。レベル1はね、そんな痛くないです。で、これやった後、これ冷やすってことでしょ。ちょっとレベル5、マックスやってみたいと思います。マックス。マックス怖いな。マックスやってみたいと思います。ます。あ、マックスもそんな痛くない。はい。まあ、こんな感じで、やっていくんじゃないですかね。で、これ長押しすると連続でババババってできるみたいですけど、まあ、ちょっと、ここ、僕はね、産毛とかそんなないんですけども、VIO だとか、乳輪、乳首の乳輪とかを、やっていきたいと思ってます。僕はあと残ってんの、ほんとちょっと少し髭とか、ちょっと脇とか、あとはもう、VIO とか、乳輪だけなんで、VIO とか乳輪とかってデリケート部分なんで、ね、やってもらうより自分でパッパッパってできたらねって思うし、レーザー脱毛できなかったりするんですよ。乳輪 V とか VIO って、色が、色素が強いんで。なので、こういった家庭用のやつがあると、自分で好きなタイミングでできるんでいいかなと思いました。ちょっと、今後これをちょっと使ってみて、使用感というか、結果、ビフォーアフターみたいなのも、ビフォーアフターというか、まあ、使って、ちょっと毛が少なくなったのかとか、まあ、変わんなかったのかとか、ちょっと、まあ、1ヶ月、2ヶ月とか、ちょっとやってみて、また報告できたらなと思います。はい。で、ちなみに、この動画の、説明欄にリンクを貼りますんで、そこから買うと割引、がされるみたいです。はい。ということでね、もし興味がある方がいましたら、ぜひ。はい。で、これ止めるときどうするんだ？止めるときは、電源ボタンを長押し。で、止めるということで。はい。これで取れるんで。で、本当はだからこれを、こうして、あ、見てください。これだけでいいのかなと思ったら、これやった方がいいですね。これクールって出るんで、クール、見えます？クールって出るんで、これやると、なんか、液晶が変わって、これで冷やすんですよ、多分。なので、こうやって、冷たい。さっきより全然冷たい。これ冷やした方がいいかもしれないですね。はい。で、あとちょっともう一回説明書読んで、いろいろとやってみ、試してみたいと思います。ということで、何かの参考になれば幸いです。で、チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございました。